貨物船とは主に貨物輸送を行う船舶である。航空機に比べて速度は遅いが、低い運賃で一度に大量の貨物を運ぶことができる。また、巨大な構造物をそのまま運搬することも可能である。九州の離島航路に就航しているロールオンロールオフ型の貨物フェリー。船体中央部から突き出ているのはマストであり、クレームではない。貨物用コンテナや、 自動車を積み込み前の状態。線尾ランプウェイの珍しいタイプ。ランプウェイ拡大車両構造を送り場。U は友人構想、ドライバー道場の記号。フロントガラスに送り場が貼られている。出航時内部、重機車両とコンテナ。奥は線尾ランプウェイを収納、格納した状態。同じく線尾を左舷側より。運転手。 ドライバー用の客室歴史的に貨物船は海賊によって略奪の対象になっており古くはバイキング近代では英国公認の死薬船が猛威を振るった江戸時代においては日垣海星や村海星が大阪などの上方から江戸まで開港された鉄道車両と旅客自動車を構想する車載客船については定期船と不定期船のいずれにも対応できるように 作られたライパーと呼ばれる船がある。主な海上運送の契約方法は、定期貨物船を使った個別荷物を運ぶものと、不定期貨物船をチャーターすることによって運ぶ方法がある。コ品運送の場合やコンテナ運送の場合には個別の契約書は作らずに、B、エルリメンの約款に従う場合が多い。契約に際しては、どこから、 どこまでの運送なのかを明確にしておく必要がある。積み込み作業と荷上げ作業の費用についても含まれているかどうか明確にしておく。積み下ろしの船内荷役費用を含む運賃条件はバースタームと呼ばれ、荷主が荷役費を別途負担するものはフィオと呼ばれる。荷主が積み込みの荷役費を負担するものをファイ、荷上げの荷役費を負担するものをフェードアウトと呼び、それぞれは 船会社側から見たフリーである点に注意する。海上コンテナでの輸送の場合には、LCL では、積み地 CY から、用地 CY まで、FCL では、積み地 CFS から用地、CFS までの運賃と荷役費用がすべて、海上運賃に含まれる。ただし、積み地 CFS 内と用地、CFS 内で、コンテナに詰めたり取り出したりする作業にかかる費用は、 CFS チャージとして、荷主に別途請求されるのが通常である。CY での作業も同様に THC や CY チャージとして、荷主に別途請求されることがあるので確認する必要がある。チャーターの場合には、二つの契約形態がある。貨物の種類と数量、運賃と積み地と用地、積み地への回線日と用地での解約日、停泊期間。 船内に薬量の負担者、対戦量、創出量等を記載した要船契約書を作成して契約する。貨物を船に搭載したり、下ろしたりする作業を2役と呼び2役を行う機械設備が2役装置である。国際的には貨物船でも12名までなら乗客を運搬しても構わないとされており、1970年代と1980年代には、 欧米の若者の間で貨物船による安価な海外旅行が流行った時期がある。1950年代、指揮者の小沢誠治は音楽修行のためにフランスに渡るのに貨物船を利用している。旅客機のエコノミークラスが登場したことで低価格かつ高速の移動が可能となり、格安の渡航手段として選択するものが減少し、格安航空会社の登場で安価な。 海外旅行というメリットは皆無となった。また以前は貨物会社に空きを問い合わせて港に向かい運賃を支払えば乗り込めたが現代ではテロや海賊のリスクを考慮して身元の不確かな乗客には警戒し直接募集はしなくなった。ただ市長期間の船旅では貴重な話相手ということもあり禁止はしておらず専門の旅行代理店を仲介することで 身元確認を代行してもらいテロのリスクを減らしている。航路によっては低価格で世界一周することも可能であるが、価格よりも上院との交流など興味本位の客が訪れるという。ありがとうございます。